あったあった。皆さん、こんにちは、直しです。いや、疲れた。もう前半戦、アータラさんのロープウェイ山頂駅まで登ってきました。で、ちょっとね、もうお昼なんで、お昼休憩したいと思います。あー、疲れた。荷物がね、今日はね、大体5キロぐらい多分ありますね。今日はですね、おにぎりとメスティンでパスタを作っていきたいと思います。これはね、ロールケーキ、山頂でコーヒー入れながら食べたいと思います。で、パスタソースは入れるだけのやつですね。もう湯沸いてくる。早いな。パスタ投入。え、もう入んの。麺が茹でるまでおにぎりいただきます。あー、疲れた。うわ、なんか海苔がつくつく。うわ、こういうのなんか小さいけどショック。できました、きのこパスタ。いただきます。おいしい。うまい。ごちそうさまでした。完食です。皆さん、ちょっと聞きたいんですけども、こういったキャンプとかで使った、まあ、こういったクッカー、これどう処理してますか？このままだと、まあ、汁こぼれたりとか、まあ、汚いじゃないですか。なおかつ、登山とかだと、洗う分の水とかも持ってきてないと思うんですけども、どんな感じで処理してるんでしょう？ちなみに僕は、キッチンペーパーですね。これで、まあ、ある程度きちんとこう拭いて、まあ、帰ったら洗うんですけども、ある程度この汁気というか、そういうのはきれいに一応拭いて、さっきの、ゴミと一緒にこうやって持ち帰ると。で、さらに言うと、このゴミもスタッキングじゃないですけど、この中にこう、これでおしまい。よし、じゃあ食べたんで、ここから山頂まで登っていきましょう。Let's try! ご飯も食べたんで、僕らちょっとペース上げて登っていきます。アダタラさん山頂行きましょう。ここから約1時間半、今12時過ぎなんで、2時間かかるとすると2時半、まあ、無理せず行きましょう。さっきのロープウェイの頂上から登山道がきちんと整備されてて、すごく歩きやすいですね。まあ、すごく楽。おっと思ったら、こっからぐちゃぐちゃだった。よいしょ。こっからはまた険しい道なんだな。よいしょ。行きましょう。じゃあ、おお、いい景色が見えてきたね。いやー、疲れた。もう少し見えてきた頂上が。一回休憩入れて、あとラストスパート行こう。
いしょ。これラスト、上が、頂上が見えてきました。がぜんやる気でした。よいしょ、どんどん行こう。まだ後ろは見てないけど、結構な景色が見えるんじゃないかな。ということで、まだね、頂上ではないんで、本当の頂上、あの上まで行きたいと思います。じゃあラスト行こう。いや、きついね。これが本当の頂上です。いやー、登った人にしか味わえないこの景色。こっちが今登ってきた方です。二本松の街並みが見えますね。よいしょ。いやー、来た。コーヒー入れていきましょう。何分なんだ今。ここで1時半、さっき俺12時半ぐらいに登ってきたから、1時間で頂上まで来ましたね。結構なペースで来たからな。最悪です。楽しみしたのにコーヒー風でこれ倒れちゃったよ。もう笑うしかない。もう一滴だけで、もう垂らしていこう。うん。じゃあ、超アメリカンコーヒーいただきます。美味しい。美味しいって言うしかないよね。ゲームで疲れた。コーヒー2杯なくなってたんだもん。しょうがない。あっ、you